どうもこんばんは、笹野です。今回はですね、南くんの水槽に新しい生態を入れたいと思います。以前ね、コメント欄の方に親にらみとプレコの混園をしていますっていう方がいまして、でちょっと気になってたんですよ。でこまめにやっててもどうしてもボケ生えちゃうんで入れてみようかなと思いまして、今回タイガープレコの方をね購入いたしました。でやっぱりね、肉食でちょっと怖いんで、なんかあったらすぐに確保できる水槽は用意してあります。まあちっこいタイガープレコですね。3センチぐらいかな。うん、まあちっこいタイガープレコなんでちょっと心配なんですけど、まあ水合わせして様子見たいと思います。はい、じゃあ水合わせの方がかなり長くやったんで、そろそろ入れていきたいと思います。やっぱね、ちっちゃいですね。うん、でもすごい元気でした。めっちゃ元気。じゃあ早速入れていきたいと思います。多分ね、個体にもよると思うんですよね。大丈夫なニラミもいればダメなニラミもいるんでしょうね。うちはどっちかな。なんかほんとちっちゃいんで食われないよね。入りました。今ね、あれですね、ヒメタニシに突き刺さってますね。どうだろう、ちょっとねよくわかんないですね。まだちょっとね、30分ぐらいね観察してみます。どんな感じか。はい、ね、ちょっとね、まあ、さっきのねタイガープレコくんは結局ここに入ってるんですけどちょっとね、ちょっと小さすぎたのかな。うん、このねニラミはねちょっと混泳できないですわ。うん、中に入れたのはいいんですけど、なんかもうちょっと怯えちゃって石の陰から出てこないんですね。でその石の陰から出てこないところをニラミはずっとじーっと待ってるっていう、すごい恐ろしいスタイルだったんで、速攻取ってこっちで水合わせしてこっちに入れましたもううん、ダメでしたね。やっぱ個体によるのかとすると、もちょっとやっぱちっちゃすぎちゃったのかな。うん、ちょっとタイガーくんはね、このタイガーくんはちょっとちっちゃすぎたのかもしれないです。やっぱね、3センチぐらいしかないんで、ちょっとちっちゃすぎたのかな。まあ、こっちでなんか元気にやってるんで、こっちで元気に過ごしてってもらいましょう。やっぱね、プレコも可愛いんでね、こっちで頑張って生きていってもらいましょう。ニラミはね、ちょっとダメですわ。こいつは一生一人ですね。はい。じゃあまあ、こんな感じでね、ニラミの混泳計画はね、無事頓挫しました。はい。じゃあ、今回はこの感じで。ご視聴ありがとうございました。ではまた。